さんこんにちは、トモアキオです。100年共通レポートより、今日から皆さんの会社潰れない100年続く企業にしていくためのエッセンスを今日はお届けさせていただきます。トーマグループの成長発展の恩人、木野親之先生がお亡くなりになりました。トーマアキオの師匠です。木野親之先生が95歳で亡くなりました。トーマグループが社員200名、お客様1000社になったのは、松下幸之助の一番弟子だった木野親之先生の教えのおかげです。私の父親も先生と近い年で、私のお父さんのような気持ちでですね、いろいろと接していただき、時々怒られました。まあ、そんな、方です。で、松下幸之助の言葉、経理念の確立と浸透したら 50% は成功し、それができたら社員を信じて任せる経営を、というこの言葉を信じて、当時50人の規模で宿泊していた経営から2年間かけて経営理念の見直しを行い、確立と浸透して20年後で今があります。その当時よく分からなかったけれど信じて今があります。やっぱりですね、何かこう自分でビビッと感じたでしょうね。まあ、その時にですね、本当に幹部が大量に業績も悪くて、銀行に貸し剥がしになって、銀行員に土下座をして、まあ夫婦仲もあんまり良くなくて、本当に誰からも助けてもらえない、本当は助けてもらえたんだけど自分では一人相撲を取ってたっていう、そういう状況の中で木野先生のこの言葉を神にもすがるつもりで信じてですね、それが今があるということでございます。それ以降も学び続けまして、先生のいろんな松下幸之助哲学を学んで、今まで経営に役立ててまいりました。それは経理念が確立して浸透して、社員が考え、そのように動くようになれば信じて任せてよいという考え方でした。さらに社長の器以上に会社は大きくならないけど、社員を信じて任せることで社長の肩に社員が乗っかってきて、トーマは200名の規模の会社になったと思います。社長の器以上にならないっていうのは、独裁者をやってる会社はですね、社長の器以上にならないですよね。全部自分の言う通りしちゃしてるわけだから。ところがですね、私どもは独裁者を辞めて、本当に幹部社員が辞めたり、銀行に貸し出しがあった時は、私が独裁者をやって社員の言うことを聞かず自分で全部決めてきた、故にそうなってしまったんですけども、社員を信じて任せることによって、社長の肩の上に社員が乗っかってきて、トーマは200名の規模の会社になったと思います。そういう意味ではですね、皆さんも経理念の確立と浸透、これがまずキーワードかなっていうふうに思いますし、そうするとですね、会社は伸びてくる。やっぱり今ですね、信じるものをきちっと作ってないからブレちゃうんですよね。やっぱりこの時期、いろんな意味で先行きが不透明の中で、信じるものをきちっと作ったら、その作ったものがですね、信じるっていうことだろうと思うんですね。それはあくまでも経理念は社長が作る、また幹部も一緒になって作るもんですから、それをきちっとして見直して作っていくってことがこれから重要かなというふうに思います。実はですね、ユニクロの柳井さんがある雑誌でですね、今教えを請いたい人は木野親之先生だって言っているんですね。実際にですね、ユニクロの柳井さんも松下幸之助に学んでいましたし、今学ぶとしたら木野先生かなっていうことを言っているぐらいですね、やっぱり素晴らしい人格で素晴らしい方でした。時々怒られます。それがまた痺れるぐらい、嬉しいんですね。やっぱり松下幸之助もそうですし、私は松下幸之助に怒られたっていうことをですね、自慢にするぐらいに怒られるってことがですね、素晴らしいことだっていうのをですね、聞いたことがありますし、私もだから木野先生に何回も怒られてですね、育てられたなという感じがします。でそんな思いでですね、これから、少しですね、葬儀の時で配られた資料をですね、読んでいきますので、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。